私が乗ってるシルビアはもう私にとってなんか恋人みたいな感じで、もう一緒にいるだけでもう悩みとかなんか考え事とかももうなくなるぐらい、乗ってるだけでもう見てるだけで幸せな気持ちになるし、なんかやっぱり壊れちゃったりとか、もう古い車だしドリフトもするから結構壊れたり劣化してきたりとかあって、お金も結構かかるから、なんかその度ああってなるけど、やっぱりなんか離れられないなみたいな感じなので、本当なんか恋人みたいな感じです。名前はソラです。シルビアの S1 号に乗ってます。年式は1999年の前期の S1 号に乗ってて、私の一つ上の先輩になります。スペックアールのターボなんですけど、ブーストアップをして300馬力ぐらいあります。もともと3歳ぐらいの時から乗り物がすごく好きで、一番スポーツカーとかが好きで、小さい頃からそういう車を見てきて、13歳と14歳ぐらいの時に D1 を見て、そこからドリフトする車にハマりました。そこから D1 にハマって、いろんな車を見てきたんですけど、やっぱりもともと日産車が好きで、そこからドリシャって言ったらシルビアっていうイメージが強くて、やっぱ見た目も、まあ、そういう中身も全部含めてシルビアの S1 号っていう車が私はもうずっと大好きだったので、 D1 ミスクレーの中村亮さんっていう方がいて、その人もやっぱりその S1 号シルビアを見た時に絶対シルビア S1 号買うんだってなって買いました。もともと買った時はシルバーのもう純正もうドノーマルの車で買って、なんでもう純正で買ったかって言ったら、外側もエンジンの中身も、まあ、足回りから全部その一から自分で自分のセンスだったり自分のしたいようにそのいじっていきたかったから、もう純正から買って、そこからもう見た目も もうものすごいかっこよくしたかったし、ドリフトをしたかったから、中身も足回り もうドリフトできるような作りにして、まあ、駅マニとか、まあ、ラジエーターとかその辺が変わってて、まあ、前置きのインタークーラーつけててっていう感じですね。外装はオリジンで揃えてるんですけど、なんでオリジンかって言ったら、もう結構そこは自分の中でこだわりで、 D1 の選手の中村直樹さんがオリジンだったから、もうオリジンしかないと思って、あ、形も好きだし、もうそこはこだわろうと思って、もう外装はオリジンにして、その光夢も好きだったから、それで光夢にしたいなってなった時に、やっぱりね、VSKF も大好きだったから、もう光もだって言ったらもう VSKF って感じだったので、KF にして、って感じです。外見も内装もしたいのがもうずっとあって、車をその納車する前からやっぱり部品とかパーツを買い揃えてて、買って純正で乗った時期はもう、3週間とか、もうそこから最初はもうヘッドライト、エアロとか、
まあ、ボンネットとか、まあ、そういうところをちょこちょこ変えていって、まあ、納車して半年ぐらいで一回ピンクになって、でそれから1年後ぐらいに今の色になって、納車してからは2年ぐらい経ちます。ドリフトを始めたのは18歳の終わりか19歳ぐらいなので、まだドリフト始めて2年経たないぐらいですかね、多分そのぐらい。知り合いの人とかお世話になってるショップのお店の人とかからなんか誘われた壮行会はもうほぼ全部行ってて、めちゃくちゃ上手くなりたい、でも男性の人に負けないように練習しようっていう気持ちが結構あって、だからまあ壮行会とかそういうサーキットとかは結構行ったりしてて、そういう友達とかとはなんか山に行ったりとか、そうですね、なんか港の方に行ったりとかは結構してます。周りからはちょっとなんか男の人が乗ってそうとか、私が身長低いから前見えてるのとか結構言われたりするんですけど、もう本当に男の人が乗ってそうだし、そういう男の人に負けないぐらいのなんか車を作りたいと思ってたから、もう本当に褒め言葉じゃないけど、まあいろいろそうやって周りからは言われるんですけど、結構嬉しいですね。やっぱりそういう車好きなその友達とか周りはもうほとんど9割ぐらいが、まあ、男性の人なんですけど、そういう女性の車好きな人とかにはぜひもう車乗ってほしいし、そういう改造車とかジャンル問わずそういう車に乗ってほしいって思うから、そういうなんか車好きな女友達とかには車乗ってよ乗ってよって勧めたりしてるし、そういう男性の人が結構多いから、やっぱ女の人少ないなって思うんですけど、そういう車の話しかしなくて盛り上がったりするから、女性の人は少なくてもその車好きな人同士で集まって食べるのは楽しいから、でも増えてほしいですね、女性の人も。普段ドリフトしない時はもう本当それこそ車が大好きな、まあ、ドリシャの、まあ、同じぐらいの年の人たちと結構、まあ、海の方に行ったりとか、まあ、みんなで夜夜中とかに、まあ、大きい道路をみんなでこう走ったりとか洗車したりとか結構してます。シルビアの好きなところはもう全部なんですけど、純正でもかっこよくて、もう改造してもかっこいいっていうところがやっぱりシルビアの一番好きなところで、嫌いなところはないです。